ありがとうございます。すごいいっぱい、ありがとう、ありがとうね。なあ、さすが、さすが晴れ女優やっちゃな。やばい、なんか始まりそう、一曲目から。皆さん、大変お待たせしました。シンガーソングライター、根曽刈りと。パクユナです。よろしくお願いします。もうちょっとだけ上げさせてもらおうか。ほとんど譜面台で顔が。ゆるく声出しするか。します。今日ライブしてるのはあのツーマンライブ4月の20日に、あ、そう、あの根曽刈りの方で貼ってくれてるんだけど、実は貼ってます。4月の20日にあのちょっと遠いんだけど東京でツーマンライブがあるんですよ。でやっぱり東京だけじゃなくて関西の、あー、やばい、高校の同級生が激アツ感、やばいんだけど、高校ぶりなんだけど、いいな、やばい、嬉しい、ありがとう。そうで、何を落とすっけ、4月の20日に東京でツーマンライブがあるんやけど、せっかくやから、ね、大阪の人にも知っていただいて来ていただきたいなって思って、そう、ワンマンライブ私東京でやった時に大阪の方すごいたくさん来てくださって、今回も後悔させないので、ぜひよかったら遠方からですけど、今日手売りチケットも持ってきてるので、ご都合つく方は見に来ていただきますとすごく嬉しいです、ね、楽しいこといっぱい考えてるね。なんかただ見るだけのライブじゃなくて、本当に皆さんの手に渡るようなお楽しみもあると思います。本当にただでは返さないので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。あ、この後フライヤーもお配りいたしますので、よろしくお願いします。じゃあ歌おうか。今日はめちゃくちゃ長く歌うわけでもないけど、最後みんなといっぱい話して帰ったりとかしたいから、よかったらぜひということで、じゃあ1曲目はハンバートハンバートさんの同じ話という曲から歌います。デュエットでね、やります。聞きたかった、聞いてください。
慶応でかつて一緒にバンドを組んでた子。バンド組んでたんですか。バンドしてたね、慶応学部でね。高校ぶりなの、マジで。何年ぶりなんだろう。4年、5年、4年ぶり、ね、4年ぐらい。やばい、超嬉しい。いいね。ね、嬉しいわ。はい、じゃあ同じ話言ってみましょうか。カバー曲僕からいきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日来てらっしゃる皆様は大阪の方ですか。はい、大阪の人がきっと多いと思うんですが、ちょっと僕大阪に来るのがこれで
今日で多分ちょっと待って多分 3,4 回目なんです。その1回目とかはその箱ライブで大阪に来たんですけど、その大阪も怖いイメージしかなくて、なんか口調が強いイメージもあったんですよ。なんかその怖いイメージがあったんで、ちょっと自分の気持ちも高めていこうと思って、その当時は金髪に染めてから大阪に行ったりとか、そういうのをやってました。今は真っ黒に、今はもう地毛なんですけど、この地毛を保って大阪に行けるぐらいちょっとメンタルがやっと追いついてきました。で、その中で東京の人間が歌って大阪の人に響くかはちょっとわからないんですが、精一杯歌います。大阪ラバーという曲を一番だけ歌います。ではドリカムの大阪ラバーという曲をよろしくお願いします。終電に間に合ったよ、0時ちょい前に装置に着くよ。メール短すぎたかな、私もそうけないけど、新大阪駅まで迎えに来てくれたあなたを見たら、いつも履いてるスウェット、今日も家へ直行か。万博公園の太陽の塔を久々見たいな。明日さ、たまにはいいじゃん、そやなんて行くの行かないの。何度ここへ来てたって壁は上手になれへんし、楽しそうにしてたってあなた以外に連れはおれへんのよ。近そうでまだ遠い大阪。ここに来たら歌いたいなって思ってました。大阪ラバーでした。ありがとうございます。あれ、パクエナさんは今どちらにいますか？ちょっと忙しそうなんで、あ、行けますか？はい、行きます。あ、じゃあ一旦交代で。忘れていた目を
閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れている手を伸ばしてもう一度、忘れないですぐそばに僕がいる、いつの日も星空を眺めている、一人きりの夜明けもたった一つの心、悲しみに暮れないで、君のため息なんて春、あ、間違えた、ごめん春風に変えてやる、日の当たる坂道を自転車で駆け上る、君となくした思い出乗せてゆくよ、ララララララ、口ずさむ唇を染めてゆく、君と見つけた幸せ花のように、忘れていた窓開けて走り出せ恋の歌、青空に託している、手をかざしてもう一度、忘れないよすぐそばに君がいる、いつの日も星空に輝いてる、涙揺れる明日もたった一つの言葉、この胸に抱きしめて、君のため僕は今春風に吹かれている、日の当たる坂道を自転車で駆け上る、君と誓った約束乗せてゆくよ、ララララララ、口ずさむ唇を染めてゆく、君と見つけた幸せ祈るように、寒い中たくさん立ち止まってくださってありがとうございます。特有なと姉そかりの合同路上ライブです。ぜひ1曲でもいいので聴いていってください。日の当たる坂道を自転車で駆け上る、君と誓った約束乗せてゆくよ、ララララララ、口ずさむ唇を染めてゆく、君と出会えた幸せ祈るように、君と出会えた幸せ祈るように、よろしくお願いします。さっき1番だけでちょっとカバー終わっちゃったので、もう1回カバーやりたいと思います。次の曲いきたいと思います。僕が今こうして音楽をやっているルーツのアーティストさんです。あいみょんさんの愛を伝えたいだとかという曲を歌いたいと思います。よろしくお願いします。健康的なサラナ、
こんな時に君の愛してるが聞きたいや。ああ揺れるかって少し浮いた前髪も全て心地いいさ。それに割れてしまった目玉焼きついてないな。バランスをとっても溢れちゃうや。少し辛くて少し酸っぱくて甘ったるかったりさ。とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ。バカな夢で踊ろう。愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待っていてもだんだんソファに沈んできた希望空間は明日いい男になるわけでもないからさ。知らずにいるよ今日は日が落ちる頃に会えるの。完璧な男になって惹かれないと君が笑ってたから悔しいや。腐るほどに話したいことたくさんあるのにな。寂しいさ。結局のところ君はさどうしたいの。マジで僕に愛される気あんの。雫が落ちてる窓際目の際お気に入りの花。とりあえず今日は部屋の明かり早めに消してさ。どうでもいい夢を見よう。明日は二人で過ごしたいなんて考えてきてもドアは開かないしだんだんセンチになるだけだ僕は。明日いい男になるわけでもないからさ。知らずにいるよ。ろうそく焚いてバカでかいケーキがあっても君が食いつくわけでもないだろう。情けないずるいことばかりを考えてしまう。今日はバラの花もないよ汚れてる。シャツに着慣れたジーパンで愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待っていてもだんだんソファに沈んできたけど僕が明日いい男になるわけでもないからさ。知らずにいるよ今日は日が落ちる頃に会えるの。シンガーソングライター根曽刈です。よろしくお願いします。あいみょんさんの愛を伝えたいだとかって曲でした。ありがとうございます。パクリナさんよろしくお願いします。なんか気づいたらなんか荷物持ってくるんだよね。ありたいですね。皆さんあのお時間ない方写真だけでも撮って声かけてくださいね。合間にで、あのお時間ある方は終演後に物販とか写真撮影の時間お互い設けるのでその時にしていただきますとすごくありがたいです。ということで歌います。もしも僕にという曲を歌います。
こと、まず言わないだろう。一日三食飯食って、よく笑いよく泣き遊べ。そして他人を褒められる人になれ。努力は大抵報われない。願いはそんなに叶わない。それでもどうか腐らずに。歩いていくんだよ。もしも僕に子供ができたら、どんな恋をみたいになるよ。そんなこと言えたらいいな。一度や二度の過ちもいつかはきっとするのだろう。立つ鳥跡を濁さずでうまくやれよ。初恋なんて幻で、思いはだいたい届かない。それでもどうか忘れずに、胸の端っこで大事にするんだよ。うまくいかないことばかり、なぜいつもあいつばかり。隣の芝はいつだって青いけれど、知りたくないこと知ったり、優しい嘘を覚えたり、いらない荷物は増えてしまうけれど、それもこれも最後には笑い話に帰れるように。人生なんてそうさ、ネタ探し、楽しんだもん勝ち、そういうものだよ。もしも僕に子供ができたら、そういうことを伝え、だからそれまで自分に言い聞かす。とりあえず自分に言い聞かす。デュエットやりませんか。もし痛くなったら、はい、ったらだから、ちょっとごめんなさい、花粉症タイムです。すいません。ソロのカバーが少し続いたので、2人で合間でちょっと立ったらデュエット曲をやりたいと思います。定期的にこうやって立っとかんとしんどいよね。壊していたからみたい。ああ、答え出すまでのちょっとの間ぐらい立たしてもらえる。ここは大阪なんですが、スーパービーバーさんの東京で曲を
二人で歌いたいと思います。よろしくお願いします。はい、準備お願いします。はい、はい、花粉症整いました。はい、花粉症の方いらっしゃいますか。花粉症の人、あ、少なくない。割といない。え、割といない。ちょっとなんかもうちょっと仲間欲しかったんだけど恥ずかしくてあげてた人が。仲間意識持とうとすんのよ。そう、この間ね、3月16日に主催ライブをして、で、アレソカリ君にも出てもらったんですけども、はい、出ちゃいました。演者さん5人中みんな花粉症とかでね、病み上がりとかで、で、みんなもう楽屋で鼻水、もうすごかったね。すごかった。なんか僕実際その日にあの花粉症デビューしたんですよ。鼻水止まらなくって、当日で、その日鼻水すごかったのに、逆にその日超えてから全然鼻水が出なくなって、別に目も痒くないし、もしかしたら克服しちゃったかもしれない花粉症を。私はこんなに辛いというでもほんまに、そう、ほんまになんかみんなほんまになんかもう花粉症とかすごくて、もう楽屋ね、みんなそれぞれ保湿ティッシュ持ってきて、なかったったって一箱分で、そういう備え高ないから、あの裏話がありましたということで、一人一箱贅沢ティッシュで、ということで、うん、びっくりした、揺れた、びっくりした、はい、うん、俺のマイクだ。じゃあ東京ビーバー、あ、間違えた、スーパービーバースーパービーバーさんの東京を歌いたいと思います。お願いします。愛されていてほしい人がいるなんて贅沢な人生だ。シンガーソングライター、アネソカリと竹井奈です。よろしくお願いします。慣れた街、見慣れない人だらけなのに、僕らお互いを知ってる、いいところも逆も、少しなのに僕ら思い出話が尽きないくらいだな。出会いは少しずつ名前を変えてゆく、好きな人、愛しい人、偶然も今呼ぶの喜びを、笑い合えたら幸せと名付けよう。愛されたい心の奥、望む僕にも愛する人、愛されていてほしい人がいるなんて贅沢な人生だ。と本音との間に僕ら思い出話を置いてきたこともある。出会いは少しずつ形を変えていく、会いたくて優しさへと変えよう。
愛されたい心の奥望む僕にも愛する人愛されていてほしい人がいるなんて贅沢な人生だこのままこのまま愛して生きていたいよああこのままこのままずっと生きる人今日生きる人に歌う噛んじゃった手が離れた喜びも曲も込めて愛されたい心の奥望む僕にも愛する人愛されていてほしい人がいる届いて聞こえてあなたへビーバーさんの東京という曲でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、噛んでしもた。恥ずかしい。なんて言ったっけ？え？歌いたいって言ったね。うん、手が離れた喜びだって。いや、歌いたいってこと。最初にさ、歌いたいは歌うって言ったよね。ハムボみたいになっとった。ハムボになってた。ハムボになってた。はい、じゃあオリジナル曲やっていこうか。はい、ちょっとオリジナル曲をはいなっていきます。はい、じゃあ私からやります。最近リリースした曲、一番最近リリースした曲歌うね。オリジナル曲です。配信されてます。 Apple Music とかいろんなところで聴けるからぜひ皆さん、チェックしてみてください。みんなの現状といいますか、明日といいますか、過去といいますか、なんか否定せず寄り添う、そんな曲です。孤独に感じてることとかあったりしたときにこの曲聴いたらきっと寄り添ってあげられると思うので、みんな一度ダウンロードして聴いてみてください。エデン。もう同じまま
いい曲ありがとう。俺もこれ口ずさめちゃうからね、この曲。マジ？めっちゃ嬉しい。ちゃんと聴いてる。みんな姉そかりの曲めっちゃいい曲だから。やーば、超いい曲だから。みんなあの、マジで耳かポジティブきて。なんで喧嘩越しなの？はい、東京から来ましたシンガーソングライターのそかりです。改めましてよろしくお願いいたします。はい、僕のオリジナル曲を歌っていきたいと思います。今日大阪に来る前にちょっとお客さんからこの曲を歌ってほしいっていうリクエストをいただいておりまして、その曲を歌いたいと思います。僕とパクユナが今同い年で22歳なんですけど、その僕の友達、同期の友達が去年結婚したんですよ。で僕、まあ、それなりに焦りまして、もう彼女もいないし、別にあの結婚願望もないんですけど、でも同期が結婚するとなかなか焦ります。まあそんな中で結婚式に来てほしいと言っていただいて、でしかも歌ってほしいと言ってくれたんですよ。でせっかく歌うんだったらカバー曲じゃなくて書き下ろしちゃおうと思って、
その子のために作った曲です。で今から歌う曲は Apple Music とかサブスクで聴けるようになってるので、ここでもしいいなと思ってくれたら帰り道にでも聴いてもらえたら嬉しいです。12月の木漏れ日という曲をよろしくお願いします。なんでもないよく晴れた日の木漏れ日の中を歩く君を見てた。なんでもない笑ってごまかしたけれど、あれはきっと永遠を夢見てた日。強い雨の日風の日にはその暖かな両の手を片時も離さないでいて、どうしようもないくらいくらい日々は全て今のため、これからの二人のため。鏡の中、テレビの中、夢見てたあの景色が今広がってるんだ。胸に奥まった妄想じゃないんだ。振り返れば必然だったような、そんな気がするんだ。たやすい言葉ほど言えない、言えないけど君になら言える気がしてる。恋ではない愛と気づけた冬の日の頬を撫でる温かい手。恋ではない抜けない忘れ物癖を、呆れ顔でそっとそっと許してくれた君。カエルや鳩が嫌いだとか、お互いの好物は何だとか、君のこと一番に知っていたい。他に何もいらない、消えない愛のすべて、できるだけかき集めて生きていたよ。決して曖昧にしないで、言葉から出し草で伝えて、大事な記憶には名前付け保存で、腰曲がるまで忘れないで、今はの際美化するのがバカバカしいほどに、愛してるだけを繰り返して、鏡の中、テレビの中、夢見てたあの景色が今広がってるんだ。胸に奥まった妄想じゃないんだ。振り返れば必然だったような、そんな気がするんだ。木漏れ日の中、まどろみの中、夢見てたあの景色が今広がってるんだ。両目をつむっただけじゃ消えはしないんだ。目を覚ませばその隣で君が微笑んでるんだ。たやすい言葉ほど言えない、言えないけど
君になら言える気がしてる。今だから言える気がしてる。12月の木漏れ日という曲でした。もしよかったら聴いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。最高やっぱりこの曲私大好きなんですよ。濃い曲じゃあデュエット曲もう一曲いきます。素直でよろしい急に来た。やらかした。どうした？折れた？壊れた？いや、いけそう。あ、いける？皆さんあまり長い時間ずっと聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。もうね、割と後半差し掛かってるよね、多分。あ、そうだね。どうだろう、もう少し、もう少し、本当にもう少し、はい、感じなので皆さんぜひ最後まで楽しんでいてください。そう、こういう感じって感じですね。直らん、壊れた。え、壊れた。うん、まあ、あ、私みたいにガムテープ補強しや。あ、そっか。うん、気合でガムテープある。あ、持ってます。あ、よかった。後で大丈夫です。はい、変な声出た。はい、皆さんのね、夜空という曲もいきたいと思います。聴いてください。あ、繋がってない、繋がってない、繋がってないよ。毎回やるよ、毎回やるね。ごめんなさいね、 Bluetooth の調子がよろしゅうございませんね。今鼻水やばいって言おうとしたけど、あ、始まっちゃった。ねえねえ、止めようか。どうした？全然大した話じゃないんだけど。今鼻水やばいって言おうとしたけど、きっと皆さんの方が寒いよねって言おうと思ったけど。みんな寒くない？大丈夫ですか？すいません。大丈夫です。全然大丈夫よ。はい。みんな寒い中ほんまにありがとうございますね。何ありがとうございますねって変な日本語。変な日本語、気持ち悪い。じゃあ夜空歌おうか。お願いします。急に俺のスピーカーに繋がった。オフにできる？あ、オッケー、いけた。もう一回いきます。ごめんなさい。びっくりした。ドア。本当に壊れた。壊れちゃったね。後で回収します。
めなタイミングでサイレント止めなタイミングでサイレント止まった神がかってごめんなさいね、もう一回やるね、ごめん、3度目の正直、すいませんは
ンガーソングライター根坂里斗アキリナです。でしたではないもんね。ありがとうございます。ちょっと今困惑したし、ですかでしたかでしたらと終わってまうから。このデュエット曲初めてやったね。初めてやったね。いや緊張した。どうしよう。カバーカバー曲じゃあ歌おかせて決まってるから。はい、じゃあ私からカバー曲歌います。ちょうどねさっきリクエストをいただいたんですよ。歌うね。あのラッドウィンプスさんの彼方遥かという曲を私あそう私と姉そかり今テレビ東京さんの目を閉じっていう番組に出演させていただいてて、その番組で私歌った曲です。シーズン2のセカンドステージで歌ったんですけど、その曲を歌いたいと思います。彼方遥か聴いてください。寒い中ありがとうございます。何色でももういい。まだ誰も知らない顔。
その後に続く言葉がどれだけ恐ろしい姿をしていても、この両の腕でいざ抱きしめに行けるよ。あなたと見る絶望はあなたなしの希望など、霞むほど輝くから。君の笑い方はなぜか優しさに似てた。君の歌い方は今日の夕立に見えた。何千年後の人類が何をしているかより、まだ誰も知らない顔で笑う君を見たい。僕にはない、僕にはないものでできてる。君がこんな僕を形作ってる。